ニコンの D5600 でカスタムボタンの設定の方法を説明したいと思います。この D5600 には FN って書いたこういったボタンがあります。これはカスタムボタンといって自分のよく使う機能ですね、を変更することができます。例えば、よく明るさを変える人などは ISO を設定したりだとか、まあ、そのようなお好みの機能を割り当てることができます。ですので、瞬時にその機能を取り出すことができますので、シャッターチャンスを逃す機会などを防ぐことができます。それでは設定の方法を説明していきたいと思います。メニューっていうボタンを押してください。そうするとこのような画面が出てきます。で、こちらの鉛筆のアイコンを選んでもらって、操作っていうところを押してください。そうすると、このような画面が出てきます。で、FN ボタンの機能っていうところですね。こちらを選択してください。この部分にどの機能を割り当てるのか選ぶことができますので、例えば、ホワイトバランスの設定をした場合ですね。これで真ん中を押して決定をしてください。そうすると、先ほどのボタンを、ここのボタンを押すとですね。はい。今、ホワイトバランスのところが選択されております。あとはここを回すことで設定を変更することができますので、このように瞬時にカスタムボタンを取り出すことができますので、ぜひ自分のよく使う機能を割り当てしておいてもらえればなというふうに思います。今日の説明は以上です。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。